やっぱここが重たいんで、この頭の丸みに対してカットしていきます。もう前下がりだけど、すべて頭の丸みに合わせながら。ここはまだフロントに入ってこないので、バックをガイドに同じようにカットしていきます。反対も頭の丸みに対してまっすぐだけど前下がり。ここからフロントにこうグーッとスライスを取っていきます。で、ここも同様に、まずはバックから。指1本分のリフトですね。を意識して、グラデーションをガイドに合わせてカットしていきます。そしたら、ちょっとビック回しちゃいますけど、次の頭の丸み、位置に引き出して。だけど、しっかりと前下がりを意識しながら、カットしていきます。で、次ちょっとこっちに入り込むとカメラにかぶっちゃうので、ウィックを回します。で、ガイドに合わせてバックはカットしていきます。で、肘もしっかりこのスライスに対して、本当だったらこうやって切りますけど、ちょっと見やすいようにこうやって切っちゃいますが、カットしていきます。頭の丸みを意識しながら、そこに対してオンベースかつ延長、それを意識するだけで必ずね、あの左右は合ってくるので、はい、ね、ここに切ります。で、そしてフロント側ですけど、まっすぐ引き出して前下がり、で頭の丸みが変わってくる、それに合わせてまたちょっと引き出しを変え、前下がりにカットしていく。では左右があったところで、片側をすべてカットしていきます。もうここからはあと先ほどと同様にガイドに合わせてすべてカットしていくだけですので、しっかりとエレベーションを持ち上げるの均一に。はい、じゃあこっち側をそれで均一に添えていきます。上のセクションも取って、もう自然に落ちる位置に溶かして引き出してカットしていきます。だんだんとフォルムが見えてきましたね。はい、じゃあ次のスライスセクションも取っていきます。ここからほとんどフロントの髪の毛になるので、バックはキルトがほとんどないと思いますが、一応ね、引き出してあったらそこをカットしていきます。で、まだ指1本分の高さでこう上げていきます。あんまり低く下げすぎちゃうと頭の丸みが上にかけてグッとまたこう入ってくるので、ここに重さがたまりやすくなってしまうので、しっかりとそこは意識しながらたまらないように。はい、じゃあ最後のセクションですね。ヘビーサイド、これはもう最後なので、しっかりと、ただ前下がりはもうガイドがあるので基本的には崩れることはないと思うんですけど、ここの反対側のところは延長で前下がりをフォーカットしていきます。
同じように前下がりのスライスを取っていきます。で反対側も少し取って、それに合わせてカットしていきます。しっかりと前下がり意識しながら、こんな感じですね。はい、次のセクションです。はい、じゃあ最後のセクションですね。はい、じゃあ今このようにカットが終わりました。サイドパートにしてるんで、ヘビーサイドはこうちょっとアシンメトリーというか、こっちが長くなってますけど、もうほとんど左右対称に切れていると思います。はい、でベースカットはもう基本的にはこれで終了なんですけど、最後に先ほどちょろっと言ったんですけど、ここで頭の丸みがあるんで、グラデーションがやっぱ指1本分で持ち上げても、ここがですね、結構重たくなるんですよ、ここが。なので最後にそこをちょっと取っていきます。どのように取るかというと、カットしたところが取っていくんですが、バックからですね、バックから切っていきます。で、まあ、これ僕の前の動画のワンレングスの動画でもこうやってたりするんですけど、ここですね、一回ちょっと揃えちゃいますけど、でやっぱここが重たいんで、この頭の丸みに対してカットしていきます。まずは床平行に引き出し、こうもこの頭の丸みと同様に入れていきます。こうですね、こう入れていき、そうするとここに角が出てくるので、ここをカットしていきます。少しインに入る感じですね。頭が上にこう入ってくるので、それと同様に同じような形でカットしていきます。でそれを下に引き出すと、また角がちょっと出るので、それを少し丸めるようなイメージでカットしていきます。そうすると自然にここのグラデーションの重みは取れてくるので、でそれを全て切っていきます。で頭の丸みに対してカットしていくことを意識しながら、で前が長いので、オンベースに引き出してしまうとやっぱり前が短くなっていくので、後ろに引きながら、でレイヤーじゃなくてグラデーションできる。レイヤーで切ると余計軽くなりすぎちゃうので、全然レイヤーで切ってもいいんですけど、そうしないためにわざとグラデーションの切り方で角を落としていきます。なので体勢的には結構辛いです。この辺はもう全て後ろに引き出して、そうすると前が長く残りますよね。ベースカットで切った形を意識しながら角を丸めてあげるとバランスが取れると思うので、こいつですね。頭は丸いので、全て丸く切ると綺麗に収まりのいいフォームが切れますね。
さっきの、横セクションでカットしてる時も前下がりだけど全て頭の丸みに合わせながら切ったのと同様に縦軸でも頭の丸みを全て意識していきます。これをやらなくても全然綺麗には切れるんですけど、こうやることによってより立体的に髪の毛が動くので、はい、というわけでベースカットが今終わった状態なんですけど、あとはこれを乾かして質感調整入れて最後仕上げていきますが、どうでしょう、もうベースカットの段階でほとんどもうフォルムが決まってるのかな。もうカットで作るスタイルなので、しっかりとね、欲しいところに重みを残して、いらないところはこうカットでタイトルしていく、本当にベーシックな基本的なカットになります。で、次回は、これを乾かして質感だったり量を調節していって、ちょっと今っぽくしようかなと。で、その質感調整の仕方もちょっといろいろ説明しながらお伝えしていくので、ぜひ次回も見てください。で、今日の動画がいいなと思ったら高評価、そして、コメント、チャンネル登録もぜひお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。